皆さんこんにちは、ミネコです。はい、今回はですね、ソードアートオンラインアリシゼーションリコリスで、前回の続きからやっていきたいと思います。前回は、セルカがいなくなっちゃって、で、まあ、手がかりを探すためにユージオに話しかけるというところからですね、まあ、そちらからやっていきましょう。ユージオがねちょっと待たせすぎちゃってね、早く来てくださいっていう風にめちゃくちゃ言われてるんで、ちょっと早速いきたいと思います。ユージオ聞かせてくれ話を。ね、セルカがいなくなっちゃったのでね。まあ、セルカ助けに行くところまでかな。うん、そこまで。ユージオ、ユージオ。キリト、どうしたんだい？実は。セルカがいなくなっちゃったんだよ。そんな、セルカがいなくなったって。うん、ユージオ、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？ないかい？行きそうなって言われても。俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。うん、それがちょっと原因なんだよね。アリスとの思い出の場所かもしれないと思って。うん。あ、お、気づいたかな？ユージオ、アリスが聖号騎士に連れて行かれた理由を、なぜセルカに教えなかったんだ？そういえば、昔聞かれたことがあったね。まあそれはね。なぜ？どうして言わなかったのかな？行っちゃったらセルカが一人で突っ走っちゃうからね。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、うん、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。そうそれだ。キリトやっちまったな、マジでな。俺セルカに教えちゃったんだ、うん、アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。助けに行かないと。早く。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか、もしかしたらもう洞窟に着いているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖号騎士に捕まってしまうのか？いや、聖号騎士はアリスの時の体験談ですな、これは。本当に6年前はそうだった。わざわざ迎えに来るんだからすごいよね、聖号騎士の皆さんもさ。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。うん。何を考えてるのさ、キリト。ここがキリトの行動力がすごいよね。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖号騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そう。そんなことできるわけないよ。天職だってあるし。別にユージオンに一緒に来てくれとは言ってないぜ。うん。俺がセルカを連れて逃げるよ。うん。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。うん、キリトかっこいい。よく言った。無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても、君と一緒に行くはずがない。もう天職っていう風なのは何なんだろうね。天職やらなかったらさ、もうなんていうの、殺されるぐらいのさ重圧なのかな。天職を必ずやらなければいけないみたいなね。一日でも休んじゃダメなのかな、転職って。アリスは特別な存在だった、うん、彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも違ってた。アリスが他の人と。セルカの元へ急ごう。そうだね、とにかく行こう、セルカの元へ。とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろう。念のため今朝支給された武器を持っていこう。うん、分かった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。よし、行こう行こう。セルカを助けに戦いに行くぞ。北の洞窟へ向かう道の途中には双子池があるから、まずはそこに向かってみよう。分かった、分かった。急いでセルカを探そう。双子池かな。今度こそ守るんだと。メインクエスト開始。操作キャラの切り替えが解放されました。操作キャラ以外のキャラクターがいるときに L2 を押すことで操作するキャラクターを変更することができる。戦闘中に細かい動きをしたい場合や、複数の敵との戦闘、戦況に合わせた役割のキャラクターを操作したい場合に重宝しますと。キャラクターが戦闘不能になると自動で操作キャラクターが切り替わる。なるほど。はい、ということで、まあ、スキルマップとかね、いろいろ説明があったのでね、そこら辺をちょっといじっていけば、キリトがちょっと最強レベルになるんじゃないかなと思うので、まあ、装備とかね、いろいろ武器とかをちょっと、
解放しつつ、熟練度とかを上げつつ、ちょっとね、キリトを育成していきたいと思います。じゃあ行くか、セルカを助けに。もう行っていいのかな？てかどこ？会話する、ステータス確認。なんでもない。あ、こういうこともできるんだ。一緒に行こう、そうだね。これでキャラ変えられるんだっけ？おーい。さあ、行くよ。あ、できた。友情に変わった。へえ、なるほど。こういうことができるんだ。すごいね、これ。へえ、いいね。おい。いいね、友情。あ、ごめん、水の中入っちゃった。ごめん、ごめん、ごめん。どっちか。どっちだ。こっちか。間違った。全く別方向行ってた。ごめんね。まずは双子池ってところに行けばいいのかな。よし、じゃあ行こう。セルカを助けに。いてえ、いてえ。なるほど、降りると。そういうことね。わ、なんかすごいところに来たね。は、ここが果ての山脈ってところですな。一気になんか世界観変わりましたね。うわぁ、すごそうだな。焚き火だ。あ、ここ火傷しない。よかったよかった。さっきね、岩登って、なんか調子乗って、岩から、ジャンプしたら、めっちゃダメージ食らいました。ダメージ食らうようになってるんだね。今回から次回から気をつけます、ちゃんと。なあ。北の洞窟。向こうが闇の国。うん。行くよ。オッケー。待って、ファストトラベルさせて。あ、できなかったかな。ファストトラベルちょっと遅かったかな。したかったな。今、一番てっぺんの北の洞窟まで来ましたね。探索にはミニマップが便利です。右矢印を押すことでミニマップが表示されます。ミニマップには自分の現在位置の他に、宝箱の場所や強敵の存在する場所などがアイコンなどで表示される。さらに、イベントの発生やクエストの探索範囲が紫の円で表示される。探索に便利なので、まめに開いて確認してみましょう。了解です。一応ね、後ろどうなってんの？あ、こうなってるのか。よし、じゃあ行ってみようか。これがマップ？あー、こういうことね。なるほど。まずピン止めしてあるところにとりあえず行こっか。いたー。何ここ、すごい。めっちゃ綺麗なんだけど。綺麗だけどめっちゃ怖いけどね。うわー、めっちゃ不穏な、なんかディズニーのアトラクションでありそうじゃない？すごい、ここ。いやー、神秘的だね。めっちゃ綺麗だけどなんか怖いね。なんかラスボスいますよ感半端なくて、めっちゃ怖い。オッケーだね。よし、じゃあ行こっか。ちょっと怖いな。水晶のかけら。マッピングして、各エリア間の移動はエリアチェンジのアイコンが表示されている場所から行う。あのラインのことだね。セーブしますか。よし、じゃあ行くぞ。いやー、でもすごいな。水晶やっぱ超綺麗だな。ね、こんなとこ一回行ってみたいわ。生で見てみたいなっていう風なのが。よし、じゃあ行くぞ。どんどん。ね、めっちゃ近づいててるよ。セルカを助けるために。北の洞窟。うーわー。うーわー、
すごいな、ここ。剣め、あれ剣だよね、刺さってんの。いや、すごいな。あ、竜だ、竜。あれだよ、ベルクーリさんの。すっげえ。なんかリアルだね。めちゃくちゃリアル。うわー、すげえ。今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。うん、怖いね。めっちゃドキドキするね。今度はなんだ？何か、匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。うん、それに生臭い獣臭さみたいな。怖い怖い。セルカセルカセルカ、まずい。行くぞ、頑張るぞ。ゴブリンなんかに負けねえからな。今日はどうなってんだ。また白いユムのガキが2匹も転がり込んできたぜ。ゴブリンもリアルだな。こっちらも捕まえるか。あー、なんかアニメ思い出すな。男のユム。うわー、こんなに買ったのか、キレすげえな。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしろ。いや、すごいわ。ユージ、迫力すごい、本当に。セルカを助けるぞ。うん、動けるな。頑張ろう、ユージを頑張ろう。わかった。よっしゃ、行くぞ。ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。行くぞ行くぞ。違う、戦うんじゃない。勝つんだ、かっこいいな。勝つんだ、かっこいいね、キリド。行くぞ。いや、ほんとすごいな、世界観がマジでやばいね。L2 を押すことで操作キャラクターを変更できる。友情と共にゴブリンを倒せ。今回の戦いではキリトがウガチを相手をしている時に操作キャラクターを友情に変更してザッコを引きつけるなど、戦況に合わせた戦いが重要。なるほど。まずキリトで大物に立ち向かっていって攻撃させといて、友情に変更してザコをやっつけるみたいな。V 破壊ね。一部の敵には V が存在し、一定のダメージを与えることで V 破壊をすることができる。 V 破壊された敵はハザード状態になり、特定の技を封印することができる。破壊された V は一定時間で復活する。V はターゲットロックすることができますので、集中的に V を攻撃して V 破壊を狙ってみましょう。なるほど。で、これでやってる時に間違った。こっちこっちこっち。待って、間違った。戦闘中のさまざまな行動でアーツゲージが上昇し、最大まで貯めることでそれを消費してアーツスキルを発動することができる。スーパーアーツ、フィニッシュアーツ、スキルアライド。ほう、アーツゲージは戦闘中に時間で溜まっていきますが、受け流しやステップ回避などでも貯めることができる。積極的に貯めてアーツスキルを、戦闘で活躍しましょう。アーツゲージは、三角を押すことで確認することができる。ほうほうほう、なるほど。スーパーアーツはアーツゲージを使用して発動する。スーパーアーツが発動すると操作キャラクター以外の時間がスローになり、ソードスキルが SP を消費せずに発動できる。発動したソードスキルによる自分のリスクは上昇するから注意が必要ですと。フィニッシュアーツはアーツゲージを使用して発動します。フィニッシュアーツが発動すると、専用演出の攻撃が再生され、非常に高いダメージを与え、ハザードゲージを大幅に上昇させます。一部のキャラクターはフィニッシュアーツの代わりにエンハンスアーマメント、リリースリコレクションを発動することができますので、探してみましょう。ごめん、キリト、間違った。きっと勝てる。間違ったよ、待って、友情待って、友情待って、危ない、君はそっちじゃないんだ、担当。よし、じゃあ倒すか、大物を。肉買い
危ない、ジョジョ危ない、ちょっと待って、いっぱい来たね。あ、せいや。オッケーだね。ちょい、使ってみるか。あー、これでスローモーションになるってやつなんだね。なるほど。よし、終わったー、コングラチュレーション、あー、なんとかできたあの戦い方で合ってたのかはちょっと定かではないが、うん、よかった、なんとか勝てたからよかったいやー、なるほどね、大丈夫かギルト、よく頑張った。動き反応、ただのモンスターじゃないのか。なんだろうね。この屈辱はお前らを八つ先にして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、優勝来るな。やめて、やめて、やめて、見たくないよ。優勝。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒、今度こそ守るんだ、僕がこの記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った、ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた、三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった、何もできなかった、あの絶望、無力感を忘れるものか、今度こそ俺は、いけいけいけ、キルキルト、いけいけ、調子に乗ってねえ、ユムに、ユムの、すごいよね、この世界はさ、
痛みがそのまま現実世界のと同じように痛みが感じるからさ、キリトじゃん、キリトがさ剣とかで殴られたり切られたりとかする痛みをさ、もうそのまま感じてるわけじゃん。めちゃくちゃ痛いのにさ、向き合うのがすごいなって思いながらね、うん、本当にすごいわ。まだ戦う気があるやつはかかってこい、そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。走り方かわいいな、ゴブリンの友情。しっかりしろ。キリト、助けに来たんだよ。キリトなの？うん。セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。友情が大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。無理よ。こんな傷。うん。私の神聖術じゃ無理、ユージを、嘘よね、私のせいで、ユージを。泣いてもユージをの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで、ユージは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。うん。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。この一言かっこいいよね。システム、俺の命だけにしてくれって。ヒューマンユニットデュラビリティ、めちゃくちゃいいよね、この言葉。すごいよね、本当に。たとえ魂だけの存在であろうとも、友情は俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっと友情にやってくれ。もうダメ、これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？いや、めっちゃ綺麗だね。キリト、ユージを待ってるわ、いつまでも。すげえな。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。すごい綺麗だね。いや、このゲームの一枚絵半端ない。半端ないね。初めて一枚絵出たよね。いや、最高だわ。いやー、いいね、やっぱりね。もうこの一枚絵を解放するために、もうこのゲームやってるって言っても過言ではないくらい、ね、一枚絵が素晴らしくて。うん。もう一枚目から最高ですね。あの絵、ね、エリスかっこよかったな。いいね。
なんかアニメでもあのシーンあったじゃないですか。あの、アリスがさ、あの、来るところね。あそこでめちゃくちゃさ、なんて言うんだろう、感動する。傷んだりしないか。そう。だからね、ゲームでもこのシーンが見れて本当に良かったです。いやー、あの絵はいいな、マジで、本当に。うん。丸一日休んだら、もうすっかり治ったみたいだよ。うん、良かった。あんな大傷を。肩を貸して、村まで連れて帰ってくれたんだからさ。うん。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかったら、あのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。うん。うん。二人には感謝しないとね。セルカはすごいね、本当に。キリト。洞窟で言ったこと覚えてるか？誰かの声？動物での感？どうしようかな。これ聞いてみようか。セルカがお前に神聖術を使ったとき、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？なあユージを覚えているか、うん、あの洞窟でお前がゴブリンに切られた時のこと、お前妙なこと言ったよな。俺がユージオとアリスとずっと昔から友達だったみたいな、うんうんうん、言ってたね。覚えているよ。そんなわけはないんだけど、なんだかあの時はすごくはっきりそう思えたんだ、うん、僕とキリトとアリスはこの村で生まれて一緒に育って、うん、アリスが連れて行かれたあの日も一緒にいたような、うん、そうか。じゃあ最後にこれかな。極限状態における記憶の混乱、うん、そう説明することができるだろう。しかし問題はあの場で俺にも同じような記憶の混乱が発生したということだ。たとえそれらが俺とユージオに同時に起きた同士の原始だとしても、うん、やはり最後のあの現象だけ。そうだね、あれは何だろうね。あの場に現れた4人目の存在、うん、そしてその誰かが言った言葉、キリト、ユージオ、セントラルカセドラルのてっぺんで待っている、うん、と。もう行くしかないね、セントラルカセドラルに行くしかないね、マジで。セントラルカセドラルなんて言葉を初めて聞いた。つまりあの現象だけは幻なんかでは。うん。あ、いや、気のせいだ、忘れてくれ。まあ、さて仕事に戻ろう。そうね、仕事に戻ろう。いや、濃厚だったな今回のストーリーは。これで午前中の仕事は終わりかな。うん、いつもより早く終わったんじゃないか。お疲れ様、うん、なんだか急に竜骨の斧が軽くなったみたいで、うん、不思議だよね。おっと、それはきっと、うん、俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。そうだね。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた、うん、おそらくユージオも同じはずだ。セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、うん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 、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。レベルアップな。きっと今なら剣を振れる。おい、キリト、持てるのかい、その剣が。まあ、軽くなったのは竜骨の斧だけじゃないらしいぜ。うん。せやー。この世界にはソードスキルが存在する、うん、理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして剣術か。俺流剣術。あー、もう噛んじゃった。俺流剣術っていうね、アインクラッド流剣術。ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時もキリト、君は剣を難なく扱えていた。そうだね、もうどこでも振り回してるからね、しかしたら剣をね。記憶をなくす前のキリトの天職は
きっと英氏、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。少し羨ましいよ。なるほど、衛兵隊でしか教えてくれないんだ。ユージはなりたいのも。キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや、覚えている。うん、俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流な。アインクラッド流、不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か、うん、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト、その僕、うん、僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。いいね。もちろん僕は衛兵でも村の英氏でもないから。でもこれ VRMMO の世界にさ一回行くじゃん。でそれでそこでさ剣を振るじゃん。そうすればさちょっとはさ剣の扱いっていうのがさ現実世界に戻っても結構覚えてるもんなんですかね。だからゲームの中でも剣の扱いがすごく上手になればさ、うん、結構現実世界でもさ強くなれるのかな。どうなんだろうなって思うけど。禁忌目録、剣術を修行するのはダメなのか。あまり大丈夫。衛兵じゃない人間は剣術の修行をしちゃダメだなんていう項目が禁忌目録にあるのか。うん、あるの。そういう項目はないけど、でも複数の天職を同時に兼務することは禁じられている。うん、天職な。だから僕が剣の修行をしたら自分の天職をおろそかにすることになるのかもしれない。うん、じゃあ禁忌目録について。そうか、やっぱりそうだ。この世界の人間、つまりこの世界を作った人たちが大量に生み出した、いわば人工フラクトライトたち、うん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 、彼らは現実世界の人間たちと違い、自らの意識に書き込まれた上位規則には絶対に逆らえないんだ。うん、最高支配者である氷協会が発布した禁忌目録、その下部で具体的な統治を行うノーランガルス帝国の帝国基本法、そしてルーリットに伝わる村の掟も、うん、だからユージョはアリスを探したいという渇望を殺し、巨人の大杉に向かいひたすら斧を振るってきた。うん、だが今彼は初めて運命を自分の意志で切り開こうとしている。そうだね、頑張れユージョ。頑張れユージョ、諦めるな、自分を縛る者に負けるな。うん、でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、な、うん、くしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。わかった、教えるよ、俺の知る限りの技を。うん、でも修行は辛いぞ。うん、辛そう。キリトに教わるのめちゃくちゃ辛そう。本当に、それが僕のずっとずっと望み続けてきたものなんだ。そうだね、アリスのためにね。今わかったよ。うん、僕はずっと君を待っていたんだ、キリト。運命の出会いよ、マジで。本当に君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ、ユージョ。うん、いいね、いい関係ですね、二人は。本当に最高の組み合わせだよね。まあそうだね、まずギガスシダーをねちょっとぶっ倒そうぜ。いけ、ユージオ。せやー。おー、動いたぞギガスシダーが。もう感動もんだよね、あの竜骨の斧がどれだけのものだったのか、剣がどれほどすごいのかっていうのをね
ちょっとマジで実感するよね。いつ終わるかわからないさ、天職だったのにさ、こんなあっという間に終わるとは。びっくりよ、本当に。倒せたぞー。ほんとでかいな。マジであの木めっちゃでかかったですね。いやー、あれをずーっとね、竜骨の斧でコン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 やってさ、人生終わるとかもう耐えられないわ。しようとしてたね、友情マジですごいね。だから相当もキリとは恩人なんだろうね、友情にとって本当に。これで自分のやりたい天職に就くことができるからね。木こりじゃなくて、兵士だっけ？兵士？英士？どっちだったっけ？になることができるからね。いやー、本当にすごいな。祝杯だ、祝杯だ。本当に行くのね、ユージよ。あ、もう行くんだね。セルカ、ユージョが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージョは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、セルカ寂しいよね。僕は剣士になります。剣士だ。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。ありがとう。ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって、そうだね。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。そうかな。表情には全く出さないけどね、カスフトさん。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような。あんな真っ暗な洞窟の中一人で行くのはすごいよ。ゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。いいかいセルカ、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。そうだね。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。ありがとうキリト。いいこと言うなキリト。じゃあ行くか。行きましょう。それじゃ俺も行くよ。
ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト、必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。帰ってくるよセルカ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出して、この村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。いやー、いいね。キリト、いい言葉書けるわ、マジで。名言、製造機かな？ねえ。ほんとすごいな。風が湿ってきたね。今のうちに進んでおいた方が良さそうだ。なるほど。ああ。そうだね、急ごう。よし、旅の始まりだ！チャプター 1-2、希望。いやー、始まりましたね、ついに。冒険が始まりますよ。ギガスシダーの枝を1個ゲットしたと。ザッカリアの町へ、ザッカリアへの、道中、依頼クエストを受注しましょう。クエストをクリアすることで経験値、お金、アイテムが効率よく入手できます。各地にある、戦士像では、試練を受けることができ、クリアすることで、スキルアップポイント、経験値が入手できます。スキルアップポイントは、スキルの習得や拡張に必要になりますので、覚えておきましょう。戦士像の位置は、詳細マップで確認でき、受注した試練は、異物で確認できます。なるほど。じゃあ、戦士像を見つけて試練を受けると。クリアすることで、いろいろ受け取りましょうと。なるほどね。了解。じゃあ、戦士像を見つけたら、クエストを受けるみたいな。フィールドの探索で、川や湖などを渡るとき、深いところになると、キリトたちは泳ぎを始めます。泳いでいると、スタミナゲージが減少していき、ゼロになると、泳ぐ速度が低下し、HP がマイナスまでいってしまいますと。うんうん。マップにはいくつかの釣り場があり、魚を釣ることができます。やっぱり釣ることできるんだね。釣り場ごとの特徴、釣れる魚の種類とヒット率が違います。同じ魚でも低い率の場所と高い率の場所が存在すると。釣りレベル、レベルが高いと魚に逃げられずに釣ることができる。魚を釣ると熟練度が上がり、一定以上になるとレベルが上がる。じゃあまあ、釣りしててもレベル上がるから結構いいんだね、釣りは。じゃあちょっとのんびりとやっていこうかな、釣りは。釣り竿は、うん、効果が違うと。ほう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 。最初から所持してるのがあると。釣りレベルで確実に釣れる魚しか釣れない。なるほどね。すべて釣れない魚の場合は、一番低ランクのコフナエウオが釣れる。その他の釣り竿は、入手、依頼クエストの報酬で入手可能。魚のヒット率を変えられる。釣り竿ごとに効果が違うと。釣りレベルが足りない魚がヒットした場合は、逃してしまうことがある。なるほどね。意志を継ぎ戦うもの。ということで、これがね、クエスト始まりましたね。マップ内にすごいね、いっぱいアイコンがちょっと出始めたのでね、なんかやっと冒険が始まったなっていう風な感じですね。まあ、ここからね、ちょっと剣士学校までにちょっと長旅ということでね、うん、ザッカリアの街へ向かうところまでがね、ちょっと旅になると思うんですけど、今回はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。まあ、セルカがいなくなって、セルカを探しに行き、洞窟に入ってゴブリンと戦って、なんとか帰ってくるという風なところでしたが、まあ、なんだろう、まだ戦闘になれなくて、V を攻撃して、だんだん削っていきながら、本体倒すって風なのをね、ちょっとやってみたんですけど、まだちょっと難しいかな。なのでちょっとこの旅しつつ、敵を倒しつつ、そこら辺は慣れて、どんどんね、レベルも上げていきたいと思います。はい、ということで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。何か質問、リクエスト、コメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いいたします。皆さん長い時間本当にご視聴ありがとうございました。それでは、さよならー。